皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。はい、あ、奈々ちゃん、はい、奈々ちゃんはサッカーは好きですか？サッカー好きです。あ、サッカー好き、はい、見たりします？テレビで見たりします。あ、見に行ったことある？はい、見に行ったことある。日本代表戦とかも、はい、ないです。そうなんですね、はい、あ、なんか今じゃあどこが強いとかあんま分からない、はい、そうですね、そんなには海外のサッカーも分からない、全然詳しくない、はい、僕も結構ね、はい、まあ、野球少年なんですが、はい、サッカーも好きで、そうなんです。見に行ったりもします、ね、見に行ったりもします。僕ほんま代表戦とかも結構見に行ったり、はい、あと J リーグアワードとかも見に行ったりするぐらい、はい、それ仕事でしたけどまあまあ結構好きなんです、はい、どこのチームが好きとかあるんですか？僕はね、うん、好きはないですけど、はい、やっぱあの生まれが育ち大阪なので、はい、しかも長い陸上競技場の隣の高校に行ってたんで、はい、やっぱセレッソを見るのが圧倒的に多かったのは多かったです、うんうん、はい、なので、本日はそこのライバルライバルの、はい、チームにいた方に来ていただいております、はい、お願いいたします。ご紹介します。一般社団法人 JDFA 代表の木場正夫さんです。よろしくお願いいたします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。はい、よろしくお願いします。静か、失礼やねいや全然ガンバの中心の方に対していや無理やりライバルチームみたいなもんいやでもあれですよ、はい、でも大阪の J リーグファンってもうね、なんていうんですか、北と南で分かりませんやっぱり。そう、ガンバなのセレッソさんちゃうの？まあ違うかないや、まあ確かにそれぐらいやなでもあれですか、あの先生と木場さんはどういう、え、でも番組も3回目ですよね。そうですね、3回目で、もうでもその1個前が結構随分前らの話なので、ね、はいはい、久しぶりに来させてもらいました。 JDFA がジャパンドリームフットボールアソシエーションで、はいはい、そのタイでね、はい、サッカーを広げるというので前来ていただいて、まあ、そろそろ J リーグに通用しそうだという確か話で終わった気がしたんですけど、そうですねそれが2010?2013ぐらい、2013年前、その頃はまだタイのサッカー選手が日本で通用するか分からない時期だけど、木場さんはもう通用するって言ってたんだけど、6年経って通用しました。いやいや、すごいですよ。あのタイの選手はもう3人すごいですね。 J リーグでプレーは今していて、スーパースター来てますから。去年、そうなの、あのコンサドーレ札幌のチャナティップっていう選手が J リーグのベストイレブンも、私それ会場で見てましたから、はい、あ、そうなんだ。チャナティップなしでは考えられないチームに今もうコンサドーレはなってますから。そうですね。小柄なね、はい、本当に小柄な、はい、こっちで言うと本当中学生ぐらいのがたいの人なんですが、めちゃくちゃうまいですよね。木場さんが育てて日本語で行こう。いや、そこまではしてないですけども、はい、彼がまあ19歳20歳ぐらいの時に、最初にシビディエスパルスに練習参加をしたんですよね、はいはい、で彼がその時当時タイで所属してたチームとシムデスパルスが提携をして、デスパルスの方に、提携した先にタイのメッシって呼ばれてるすごい選手がいるんで、まあ、練習参加1週間だけでも差し上げるとデスパルスさんの名前がタイの全土に広がるし、まあ、J リーグの知名度も上がるのでぜひやってくださいって言ったのが最初のきっかけです。へ、はい、でその時は契約までいかなかったんですけど、まあ、後に彼があのタイ代表でブレイクをして、でコンサドーレ札幌に移籍してきたのが2年前ぐらいですね。すごいですね。はい、木場さんは、はい、そのまあ、日本 の, そのガンバとか、はい、経まして、はい、それでタイに渡って、はい、タイでプレーをされて、そうですね、はい、J リーグでは、まあ、ガンバ大阪 で, で、ね、12年間させてもらって、はい、その後、まあ、日本のチーム数チーム行って、はい、最後3年間はタイのサッカーリーグで、はい、プレーさせてもらった。それが2008年から2010年ぐらいの、そうですね、はい、3年間。なぜタイに、タイっていう、タイはもともとガンバ大阪時代から現地に指令がいて、で J リーグのシーズンが1月がオフシーズンなんですよね、はい、でまあ暖かいし、まあ、自主トレの環境も揃っているので、そっちに行ってトレーニングを、まあ、2週間ぐらいオフシーズンに行ってたんですよ。で最初行った時にサッカーリーグどんな感じでやってるのかなと思ってタイリーグを見に行って、はい、当時は今みたいにそのプロサッカーリーグがしっかりと確立されていなかったんですけど、はい、漠然とこんな中で、まあ、日本人が来てサッカーやってるのも面白いなって思ったのがきっかけで、はい、で僕は34歳の時にもう最後のチャレンジだと思ってタイのサッカーリーグにチャレンジしたんですよ、はい、違いますこうタイと日本のやっぱりその 技術面というかプレースタイルとか、うん、そこが今僕がやってる活動にもつながるんですけど、はい、まあ、実際あの環境面はもちろん J リーグ、うん、日本のサッカー界っていうのは素晴らしい、アジアの中ではナンバーワンだと思うんですけど、はい、やっぱ選手のレベルっていうのが実際やってみて全然タイの選手もやれる
ほうって思ったのがきっかけで、まあ、今の東南アジアの選手にもチャンスを与えてあげたいと思って、まあ、今の法人を立ち上げて活動を行っているっていうところです。なるほど、はい、あのアジア枠みたいなのが J リーグにはあるじゃないですか、はい、あれって大体どれぐらいにできたんですか。5年ぐらい前にできたと思うんですけども、はいはい、まあ、僕たち、あ、もっと前だ、もっと前からあって、はいはい、僕がタイリーグでプレーした時もアジア枠でプレーしてました。あ、はい、外国人枠とアジア枠1があって、はい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 、3プラス1で僕1の枠でプレーしてました。他の外国人はブラジル人だったり、あ、アフリカ人だったりいたんですけど。そういう場合ってコミュニケーションとかって英語になる？英語とタイ語、はい、片言です。通訳もいてなかったんで、だから今考えてあんな感じでようやってたなって思う。でもタイってもう僕フットサルとかしてたんですけど、はい、タイってフットサル強かったりするんで、強いですよ。足元はやっぱ技術はすごい上手いんや、はい、チャラティップ見てても、はい、足元の技術やっぱすごい、ね、間違いないですね。あとはまあ身体能力もあの、まあ、日本人と変わらないような身体能力もありますし、ただそういう経験がやっぱりまだまだ少なかったので、なるほど、うん、自分の活動を通じてそういう海外での経験とかを積まし上げたいと思ったのがきっかけです。日本のサッカーもね、J リーグができて急に伸びましたもん ね、 そうですね。それまでは本当にね、はい、なんか全然世界通用するみたいなことなかったけど、はい、今や普通に日本人選手ヨーロッパとかあちこちますもんね。そ う、 ん、そういう意味ではタイの環境も似たようなところがあって、まあ、僕が行った時はまだまだそういうタイのリーグ自体を整備されていなかったんですけど、はい、もうしっかりとプロ化にして今はもう、まあ、アカデミーも整備されてきて、はい、若い選手もどんどん伸びているような状況。子供たちはやっぱりそのプロリーグができたことによってタイの子供たちもやっぱサッカー選手になりたいんだっていう子はどんどん増えてるってことですか。間違いないですね。あとはほんまに今タイの選手が日本でプレーしているので、日本の J リーグに対しての憧れも出てきてますし、はい、あの現実的な夢としてみんな見るようになってきました。だからもうムエタイだけじゃなくなったってことですね、もうこの子供たちの夢が。はい、うん、なんかオリンピックはもうムエタイしかあまりタイの、ね、ね、人たちは見ないんですけど、でもまあサッカーも今回あの来年可能性あると思いますし、はい、そうですよね、楽しみですよね。はい、さらにこの、はい、なんていうんですか、今まあタイ、まあそうで、もっともっとその他の国も見ているってことですか。基本的にタイを中心に東南アジアを見ている、うん、なので、まあ、横のカンボジアだったり、はい、ベトナムだったりマレーシア、はい、インドネシア、まあ、その辺りも基本カバーをして、はい、サッカー教室に関してはタイを中心にさせてもらってるんですけども、はい、何歳ぐらいの、はい、方から見ていく感じ、はい、サッカー教室は基本的に12歳以下のちっちゃな子どもたちに対して、はい、まあ、サッカー教室なんで2時間ぐらいなんですよね、はい、なのでここで2時間やって J リーグのプレーが出るかっていったら生まれないので、うん、まずはこう J リーグを知ってもらったり、はい、そういう夢を持ってもらったり、うん、志を持ってもらう活動として位置づけていて、はい、でもう一個、まあ、15歳以下の国際大会をタイで毎年開かせていただいてて、でそれはタイと、まあ、日本のチームもたくさん呼んで、タイ以外の、まあ、ベトナム、カンボジア、まあ、いろんなチームを呼んでの国際大会で、僕はその中から優秀選手を選んで、まあ、日本の J リーグのチームに練習参加させるっていう計画で、まあ、僕の思いと活動をまあこうリンクさせてる感じです。例えばこれ留学みたいなんてないんですか、あの高校に、はい、トゥーリオとかそういう感じだったじゃないですか。はいはいはい、ああいうこともできるんですか。もちろん可能性はあると思うんですけど、最近その FIFA の規約で結構突っ込まれたりしてて、はいはいはい、今までは若干その FIFA の規約は日本の高校生年代で外国人が来ることに対してあんまりこう、あの懸念されてなかったんですけども、そこってこう FIFA の規約で18歳以下の若い子たちが海外に移籍やったりするところに抵触するんじゃないのかなっていう。あ、そういうことか。だから今だなんか育てたところにお金払わなあかんとか決まりありますからね、はい、そうですね、そうなの、はい、ちっちゃい子がそのクラブチームであっててどっかが引き抜いたりしたらそのクラブチームにお金払ったりしなきゃいけないとかルールが、はい、すごい。サッカーって他のスポーツと違ってルールがめちゃくちゃありますもんね。そうですね、世界的に。なので今日本代表で有名な久保君とかもバルサに行ってて、はい、あの子はまあ10何歳で行って、はい、15歳の時帰ってきたんですけども、そういうフィアのまあ、約束ごとで少し抵触するってことで、まあ、日本に帰ってきたんですけど、なるほど、面白いなと思う。あの今もタイを中心に見てるということ、他の国でもやっぱ面白い国あります？そのここはもっと伸びるんじゃないかな、うん、いや、あの隣のベトナムがあのすごいサッカー人気が、まあ、上がってきていて、で代表レベルでもタイとベトナムは東南アジアの中で1、2を争う、まあ、1、2いるんでしょうね。
で今は日本もやってるワールドカップ予選っていうのも、うん、まあ、東南アジアというか、まあ、やっててタイとベトナム、まあ、一緒の組で、はい、すごい戦いをしてます。ますますだから、本田選手はね、はい、カンボジアとかやったり、そういろいろそういうなんか東南アジアに向けて日本の人たちと一緒にこうサッカーをねやってるっていう感じがすごく、インドネシア人の友達に聞いたらインドネシアもめちゃくちゃサッカー盛り上がってるんですって。すごいですね。ただサポーターの質が悪すぎるって言ってた。ほぼもう暴動みたいなのがすぐ起こるんですよ。選手がすぐピッチに入っていく、あのファンが入ってくるって。とにこの前タイとインドネシアがインドネシアホームでワールドカップ予選があったんですけども、その前の試合でインドネシアとマレーシアの試合があって、その試合でそれこそあのインドネシアのサポーターの方が暴動を起こして、その次のタイの試合が逆にみんなボイコットみたいな感じで来なかったりとかして、タイにとってはまあすごい有利だったんですけど、試合はできたんです。あ、もちろんです、はい、試合できたんですけど、はい、インドネシアめっちゃ暑いんですよ。だからそいつに言われたのは、J リーグは本当お客さんが偉いなって言ってました。いいなって言ってましたけど、マナーはね、マナーはね、やっぱ世界一だと思います、日本は。木場さん的にはこれを今後その JDF へどういう風な感じで展開していこうとか、さらにこうしていこうっていうのはあるんですか？はい、まあ、さっきお話した大会を毎年もやってて、まあ、5年ほど経つんですけども、最初やった大会の子たちがもう成長して今もう19歳、20歳ぐらいになるんですよ、ね。はい、で彼らは現地のタイでプロサッカー選手として契約をしてプロで活躍してるんですよね、もう優秀選手を選んだ子たちが。だからそこからステップで、まあ、日本の J リーグでプレーできるような環境を、まあ、作っていきたいなと思ってます。自分の活動を通じて J リーグのプレーを出したいと思ってます。はい、かっこいいな、これ。夢あるし、なんかしかも人を育ててる感じというか、その子のずっとステップアップを見ていけるんですもんね。実際育ててるのはやっぱりこう毎日見てるコーチの方だったり、ね、あの監督だったりと思うんですけども、そういうなんていうかな、道を作ってあげる役割というか、まあ、そういうのになっていくことで、まあ、サッカー界に貢献していきたいと思っています。はい、きっとこれで日本 J リーグでプレーして、J でさらに注目されてヨーロッパサッカーに行ったりとか、だすごいタイでスーパースターが生まれるというサッカーのね、はい、ね、タイからもヨーロッパの人も結構いるんですか？いや、いてないです。ほぼいてなくて、何度か、まあ、あのケースあるんですけど、実際行っても半年で帰ってきたりとか。でも、まあ、J リーグからであれば、まあ、世界の目が向いてるので、そこで活躍すれば本当の、ね、実力だって認められて、まあ、ヨーロッパに行く可能性あるので、まあ、何回も出てるチャナティップは今後ヨーロッパに行く可能性もあると思いますし、はい、そこは期待したいなと。チャナティップはキャラクターも面白いんで、はい、ぜひ一回今度ゲストで来てもらいましょう。めちゃくちゃ面白い人なんで。はい、ということで、そろそろお時間が来てしまいました。木場さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ヨナちゃん、素敵なお話でしたね。はい、本当に素敵ですね。やっぱり木場さんの経験が生かされた仕事ですよね。ね、はい、まあ、だからこうタイに渡ってこうサッカーをしたからですよね、はい、これだからそこからのずっと流れでございますから。はい、でもほんまにね、うん、そのタイの人たちのプレーっていうのは質が絶対上がってきているし、東南アジア全体が上がってきてるから、はい、これますますこれもっと日本で活躍する選手が増える、ね、だからタイの人が活躍をこれからしていくと、ずっと俺たちは、はい、ああ木場さんがやったな、そう仕込んだんかと思いましょう。そうですね、タイイコール木場さん。ちなみに私もこの間、はい、撮った DVD のロケ地がタイでした。タイも良かったですけど、はい、タイ最高ですね。タイやっぱいいな、はい、なかなか。でも今日はためになるお話が聞けたので、はい、ね、来週は一体どんなゲストの方が来てくれるのか楽しみにしたいと思います。はい、今週はこの辺でお別れです。さよなら。さよなら。